春,春は四季の一つ。冬の次、夏の前である。北半球では、南半球では、半年ずれる。春は、寒い冬から気温が上がり始め、朝晩は、まだ肌寒さはあるが次第に、日中は暖かくなる時期であり、秋と並んで一年の中では最も気候の良い、穏やかな季節とも言われる。雪や氷が溶け、植物が芽を出す時期である。 寒さが次第に緩み、草木が燃え恵み、花々がつぼみをつけ、満開になる。日が長くなり、地中の虫が動き始める。桜が散り、次第に木々の緑が濃さを増し、暑い日が増えてきて、終わる。日本では、毎年3月が年度代わりとされ、様々な区切りとなる。年によって若干異なるが、テレビラジオにおいて、改変、法律、 制度が実施されたり、政令指定都市、中核市などに移行され、合併などが多く行われ、この時期は大きな節目となる。また、卒業式、入学、入社式、あるいは、人事堂と出会いと別れの季節でもある。花見などはこれに重ねて扱われる。春に採れるものは、春を参照。冬の寒さが和らぐことによって、春になると一般に、 生物の活動が活発になる。また、豪雪地帯での雪解け水は貴重な水資源であり、日本においては田植えと密接な関連がある。その一方で地域によっては、雪崩や融雪洪水をもたらす場合もある。このほか、発達した低気圧が太平洋側を通りかつ気温が低い、地上の気温が摂氏0度未満の場合、地上の気温が摂氏0度以上であっても、 上空1500メートルで引く、摂氏6度未満、または上空5500メートルで引く、摂氏30度未満の場合と太平洋側に大雪、春の大雪をもたらし、日本海側を通ると、春一番と呼ばれる灰が吹くことで知られている。日本においては特に桜の開花が文化と密接な関わりを持ち、桜の開花宣言が地域ごとに出され、桜前線が北上する。 サマータイムが実施される国、地域では、春の半ば頃から時計を1時間進めることとなる。言葉としては正月を新春というように、現在の感覚的には、冬の事象にも使われることがある。旧暦では1月は春となるためであろう。その関わりもあって、春という言葉には、物事の始まり、新年の始まりの意味を持たせる場合がある。 西洋でもイタリア語のプリマベーラ、プリーマベラやフランス語のプランタン、プランタン、第一のを意味する、窃盗語、プリ、プリーマイナスを使用しているように、第一の季節と考えらる。これは農耕歴であるローマ歴において、寒い冬が終わり、農耕を開始できる最初の季節として、春が年の初めとしたことに由来する。春が到来すると、 冬の寒さと長い夜による過酷で抑圧された生活から解放されることから、春の後は雪解けなどと同様に、抑圧からの解放、自由の空気の到来の比喩として使用される、諸国の春、プラハの春、アラブの春。また、春から初夏にかけてお気の目時ともいい、性的活動が盛んになるものとされている。暖かくなるとおかしな行動をとる人が増えるとも言われ、 そのような行動をとる者は俗に、春な人、頭が春な人と呼ばれることがある。不思議の国のアリスには、三月うさぎが、頭のおかしい者として登場する。他にも、春といった場合には、性的なことを示す場合が多く、例えば春が、バイバイ春、思春期などの子がある。枕言葉は、あずさ弓、弓を春にかけた。春は、 生物の動き始める時期である。温度が上がり、日差しが強くなり、植物の活動が始まる時期である。日本では、主要作物である稲の植え付け準備にあたる時期である。初頭から水田では、蓮稲が緑肥として栽培され、現在では、ほとんど見ない、田起こし、縄代作りなどが続く。田植えは、初夏の行事であるが、早いところでは、本州でも4月に始まる。 梅や桃の開花も春である。他に、菜の花も代表的な春の畑の風景である。多くの植物は、この時期から葉を伸ばし、栄養を蓄えてから繁殖を始める。花の時期は植物によって様々ではあるが、特に、春はほとんど花のない冬の後であることもあり花の季節との印象がある。特に、この季節にだけ発生する植物、昆虫類を総称して、 スプリングエフェメラルと呼ぶことがある。日本では梅、桜、桃が春の花の代表であり、それぞれを対象として花見が行われる。福樹草の花は現在では冬と位置づけていい時期に、桜がこれも新春の花と認識されていた。現在では、園芸植物では、球根系のチューリップヒアシンスアネモネなども春の花の代表と認識されているが、 これらは元来はヨーロッパのスプリングエフェメラルであった。なお、実際の開花時期は当然ながら地域によって異なる。特に寒冷地ではそれが遅くなる。例えば水場蕉は夏の思い出に歌われるが、これは現地では春早くに当たる。また、単に遅くなるだけでなく、その期間が圧縮される。先の例では梅、桃、桜は本州南部では順に2月、3月、 4月に咲くが、これらは、東北地方ではほぼ同時に咲く。他に杉などの花粉は健康被害をもたらすことがあり、花粉症として知られている。春はまた、新芽の伸び始める季節でもあり、常緑時の場合、落葉はこの季節にも多い。このように柔らかな植物や花が多いことから、また、それを食べる昆虫などの活動も盛んであることから、 多くの鳥もこの季節に繁殖を行う。それに伴って鳥がさえずるので野外は賑やかになる。ツバメなど南方から渡ってくる鳥もある。哺乳類の育児もこの時期に行われる例が多い。なお、猛禽類や大型肉食獣の場合、冬から育児が始まる例があり、これは子供がやや大きくなって食欲が増した時期が小型動物の育児や 繁殖の時期にぶつかるよう適応したと考えられる。他に、直接には春に言及しないが、桜、チューリップ、蝶、蝶などに関わるものは春を題材にしているものが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。